こんなところからすいません。本日はアパホテル東京ベイ幕張に来ております。こちらね、そこがちょうど海浜幕張の駅、京王線車両がなんか止まってますけど、多分あれ京王34かな、あそこね、多分武蔵野線の車両かな、いや違うな、あれなんか赤っぽいな、なんか多分京王線のね、京王34だと思うんです。どうだろう、あそこで見えるか、そこで見えるはず、あ、武蔵野線の車両でしたね。はい。で、あそこ車が走ってるから、僕、湾岸ってことになってるんですけどね。ここ、東京ベイ幕張は、日本で一番高い、アパホテルということで、日本で一番ですね、高さが高いで、50階建てのホテル。で、ホテル単体としては、アパホテル、とか、他の全部のホテル含めて、ホテル単体の建物としては、日本で一番大きいホテルということになっています。今回こちら僕の部屋2906、カードキーになってまして、最初ねカードキーどこに刺すねんと思ったら、カードキーを刺さないタイプ、あ、これしっくりしまえと、カードキーはもうこちらに置いておくということになります。で、ちょっとね部屋散らかってますけど、まだ部屋がね綺麗な状態で、こちらが景色でございます。どうぞ。じゃん、海が見えて、そしてまあ幕張の街並みが見える。これ夜になったら夜景素晴らしいでしょうね。あそこが、京葉工業地帯だと思うんですが、なかなかいいと思います。で、このアパホテルはですね、こちら下にも、こんなにちっちゃいアパホテルがあって、あっちが反対側の、下にも、ちっちゃいアパホテルがあります。こちらがタワー棟になっていまして、正式な名前はセントラルタワーということになっておりまして、ちょっと自分のね、お名前が見えてるんであれなんですけど、こちらが50階建てのセントラルタワーの29階の部屋が今回の僕のお宿でございます。形はこんな感じで、なんか三角形みたいになっておりまして、今回の部屋がここでございます。ここですね。はい。で、このフロアはツインということになっておりまして、二人部屋、今回は隣が、おじいちゃんと僕の弟の2人、そしてここのツインが僕だけということになってます。29階は多分ツインのフロアということになっています。多分29階以外もツインのフロアだと思います。こっちね、右側東京湾、左側が、幕張ということになっておりまして、ちょっとね早速アメニティ類の紹介などをしていきますか。こちらティッシュ、特にはカバーとか入ってない、持って帰ってくださいみたいな感じかな。で、これ宅急便とかそういうので災害用マニュアル。で、鏡コンセント、これ Wi-Fi のあれですかね。Wi-Fi のパスワードあんま映したいな。ここね、こっちってやると電気がつくと。で、時計ね。ベッドかなり柔らかめのベッドになってて、ベッド灯がね、こうやっていじるとつくけど、多分ここを、あ、ここの操作パネル全部なんとかできそうですね。で、USB もあるしって感じです。で、エアコンはね、暖房、冷房は、変えることができないんですけど、ここで、風量調整はできます。これエアコン。温度は細かい調整はできないみたいです。お風呂、大浴場もありますが、こんな感じだったら、あ、広いね。結構これ広いタイプの風呂。ユニットバスですけど、めちゃくちゃ広い。で、まあ、二人部屋なので、二人分の、カップ、歯ブラシ等、ついております。なんか電話もついてますね。こう、気持ち悪い時はあれをつけてください。あれを押してくださいということでございます。はい。で、まあ、あとは夜ですか。ちょっと外観の方もね、最初は多分映したと思いますけど、駐車場の方、あれはご宿泊者の方限定で1泊1000円ということになっております。1000円。こちらですね。今回車なんですけど、1泊1000円ということになってます。当日12時か、よく12時まで1000円ということになっております。タイムズ、あそこが埋まったら近隣駐車場をご利用くださいということですが、まあ埋まることはそうないと思いますね。はい。夜が楽しみだ。夜景をここに見に来たようなものです。で、本日、GoTo トラベルキャンペーンを使っております。アパホテル、アパチョクというものをご存知ですか？アパチョクからですと、今回 GoTo トラベルキャンペーン対象を聞きます。勝手に聞いてくれます。なので、GoTo、対象によって、確かここが3900円とかあったかな。ちょっと、多分そんぐらいだったと思います。通常価格6000円か7000円か3900円だったと思います。
はい。まあ皆さんね、アパホテルといえばやっぱりまあビジネス系のイメージ強いと思うんですが、こちらアパホテルリゾートという位置づけになっておりまして、アパホテルの中でも、まあビジネスにも使える、そしてリゾート、観光にも使えるホテルとして、ということでなってます。ただこれ作ったのはアパホテルではなく、プリンスホテル。まあ例えば、まあ西武鉄道グループのあのプリンスホテルなんですよね。2006年に、まあ、プリンスホテルの不正が発覚して、アパホテルがこちらを買い取って、で、現在に至るということになっております。地上2階から、50階まで、送客室は2007部屋、1988年造ということになってますが、の割に綺麗なので、そこそこリニューアルはしているのかなという感じです。海浜幕張駅のね、南口から徒歩5分ということですし、また、高速に乗ってきたんですけど、高速湾岸奈良市のから降りて、一回曲がっただけで着きましたね。しかも、まあ降りて、高速降りて、まあ信号待ちとかあって5分、10分ぐらいという感じでしょうか。で、まあまたトイレ取りに行くんですけど、これ、ね、ドライヤーね、これなんかタイのお家にあるような、なんかドライヤーがあってる、ね。普通のもありますけど、このタイプね。あ、こういう。やつとか、トイレね、これ流すボタンどこやってやってたら、ここなんですね。ここのボタンを一回押すと声が流れる。風呂も大きいですよね。やっぱりさすが昔のプリンスホテル。トー横インみたいにね、なんかこうシャンプー、コンディショナーとこれの持ってかれないようにやってますね。だからやっぱり普通のビジネスよりかはやっぱり広いですよね。ここが本当に広い。まあ、ツインだからかもしれないけど、本当に広いですね。はい。で、今回、高層階というものを予約しておりますので、高層階になっております、部屋が。だからこれ高層階を多分指定しないと、もしかしたら多分この下のこっちの建物になったりとかなのかなと思います。車も結構止まってますね。やっぱり GoTo 始まって最初の週末、まあ、場所によったら夏休み人にもいると思いますけど、ということで、やっぱりかなり人が止まってみます。チラチラと、周りの人をね、どっから来たのかなって見たら、まあ、長野とか、やっぱり、多分ね、もしかしたらディズニーに来たりとか、ね、あるかもしれないですし、結構、いろんな人がね、いろんなところから来てるなと思いました。多分みんな GoTo 使ってるんでしょうね。はい。電話予約だと GoTo は効かないので、アパチョクや楽天トラブル、ヤフトラブルなど、すでにすでにGoTo のね、旅行サイトから使えますというところで頼めば、使えるということになります。で、この下ね、やっぱり何か飲み物買いたいとかあった時、この1階にですね、松本清とローソンがあるみたいなので、そして土産物店のなんか土産屋っていうね、なんかミヤネ屋のパクリみたいななんか動画が書いてあったんですけど、そちらの方も後でお見せしたいと思います。はい。ではちょっとまあご飯食べるのもまだ4時半早いので、ちょっと、おじいちゃまと相談しながら、ちょっと今後どうするかを決めていきたいと思います。うちの我がペットである、ソーニャンくんを連れてまいりました。どうですか、景色は。あ、横浜の海の方が綺麗？うん、これは批判を浴びますね、こんなことやったら。まあ、二股川よりは栄えてんじゃねえと言っておりますがね。狭間横浜国内の方が土地はあるよって、そういう問題じゃないんだよ。土地のね、有無を聞いてるわけじゃないんですけどね。はい。なんだろう。ここの下はランニングコースみたいになってるんですかね。で、ちょっくらちょっと海浜幕張駅に、向かってって、ちょっと他の動画の撮影等を、やっていきたいと思いますので、ちょっと一旦部屋を離れます。その隙にね、ちょっとこのホテルの全体的な様子とか、駅からどのぐらいだとかを、ちょっと見ていきたいと思います。じゃあ早速、支度をして、行きましょう。じゃあソニアここに埋まってるとね、ちょっと怖いんで、外を見てて頑張ってください。もしかしたらね、そこら辺の人がツイッターで、窓からソニアが見てんだけどね、こんなことは、あの辺の歩道橋からね、撮ってなんかその人がバズったりとかするかもしれないですか。それはないか、あんなとこか、超望遠レンズを使わないと無理ですね。はい。でもこれ29階なんだけど高いですよね。だって50階建ても29階か、まあ、実質半分みたいなもんだけど、の割に結構ね、かなり高いですよね。これ50階じゃなくてどんぐらいなんだろう。50階は、50階建ても50階ですけど、50階は何があるのかなということでちょっと見ていきましょうか。確かエレベーターのところに書いてあったはず。
さてどうかな。書いてないや。エレベーターの中の方に書いてあるね。本当それも後で詳しく紹介いたします。で、エレベーターは25階から50階の人が使うエレベーターが3機ってことになってるんで、それなりになんだ、エレベーター待ちの時間が、まあ出ると思います。チェックイン、チェックアウト時の時は結構待つと思います。今のところ1、2分待ってる。多分平均して3、4分は待つんじゃないでしょうか。ホテルの2階にローソン。これは夜食の調達もちょうどいいですね。あと、歯医者もありますよ。あ、これはアンマ王じゃないですか。無重力マッサージのアンマ王。これがフロントロビーね。フロント自体はあっち側になってて、これがまあ一応、この建物のロビーということになったさ、フロントは全部あっち側。さっきの2階のローソンがアパホテルリゾート東京ベイ幕張店で、このウィング店っていうのも1階にあるみたいですね。で、松木は3階、コインランドリーも3階、ゲームコーナーもあるって感じ。寿司屋はないな。今回 GoTo トラベルキャンペーンで6000円の部屋を2900円にて、あ違うな、3900円にて、泊まれているので2100円引き、 GoTo で2100円得していると。で今回3、もう一部屋取ってますので、トータルで4200円分得している。 GoTo キャンペーンというこれ素晴らしい政策を利用しない手は、ま、本当ないですね。当然感染予防した上、ちなみにあちらがホテル、なんか乃木坂のロゴンパークみたいになってますけどね、何なんでしょうか、意識してないでしょうか。お、ホテルの前にバス停があって素晴らしい。着きましたね、ホテル。やっぱホテル東京ベイ幕張でかい。こっち、この建物とあの建物は一応別の建物です。なので3つあるんですね、ホテルが。これと、あと僕が泊まってるタワーみたいなところと、そして奥の、またこれと同じような建物、3つで構成されてるのが東京ベイ幕張です。確かニューオークや、いやニューオータニだっけな、ですね。力入ってみようか。というわけでね、夜になりました。さあ今反射して全然見えないですけど、これ、ね、下のローソンで買ってきたミルクティー、いいですね。こうやってもうそのまま、もう二つあったんですよ。隣の建物と、この建物の2階と、隣の建物1階にあるんで、それぞれね、いろいろ行くことができます。ということで、早速消灯をしてですね、皆様にこの景色をお見せしたいと思います。で、消灯を。こっちも消さないとね。ということで、このスマホちょっと余計弱いのがね、いや、夜景弱いのはちょっとあれですけど、こんな感じです。いかがでしょうか。はい。いいですよ、これなかなか。ねえ、この、建物の明かりと、そしてこの、ねえ、この、臨海地区の、この景色素晴らしい。この車の明かりもね、なかなかいいですし、月も綺麗ですね。これはそういう、告白的な問題じゃないんですけど、月が綺麗ですね、本当に。京王線の電車を頑張れば見えたんだよね、さっき。どうだろう。ちょっと明かりが多いからよくわかんない。電車が来たら動いてるのも探せばいいかわかるけど。すごいですね。うん。これは、ちょっと一人でこれ夜景鑑賞してよ。黙って。これはいいわ。そう、自分がお金払ったわけじゃないけど、4000円で泊まれるんだったら、しかもツインでね、この部屋。来ちゃうかもな。今、GoTo。いいですね、GoTo。これがまあこのホテル全体の館内設備になってまして、こんな感じ。面白いのがまあローソンがね、まあ2階にあったりとか、上が、一番上がダイニング。だから45階が一番高いってことになりますね。で、一番低くて5階と。で、こっちの、ウエストウィングの方には、ここにもローソンがあるということで、ローソンは2個。このアパホテル、東京ベイ幕張には2個あります。そしてね、ウエストウィング1階には土地名産土産屋が、あります。わけがわかりません。ちょっと土産屋気になるの行ってみようか。
まあ24時間営業のコンビニもありますし、松木屋もありますから困るもんもないし、食べ物もね、どこだって食えますし、ここカフェですけどね。土産屋ありましたけど、看板も何もないな、これ。しかも臨時休業。ローソンはこちらです。これが、ウエストタウン、ちょうど今、ロッテ対、楽天の試合が終わったところで、ちょうどその観客がいっぱい来てますね。ではチェックインも混んでましたし、コンビニも混んでおります。そういう方々にその例えば、まあ、楽天の人がね、遠征とか千葉の人、マリーンズの、ね、人も結構泊まってますので、まあ、せっかく向かい来るのはね、泊まってみようかみたいなノリでしょうか。まあまあ、ロッテのね、ユニフォーム着てるかって、皆さんが千葉在住とも限らないですから、あんまり詳しいことは言いませんが、まあ、このようにね、野球のユニフォームを着た、まあ、明らかに多分、ZOZO マリンから来たであろう人たちが、大量にこのホテルに、今来ています。多分、GoTo とかでね、かなり安く泊まれるので、かなり軽い気持ちでね、来れるんじゃないかと思います。駐車場のね、宿泊者さは、これはホテルのルームキーと、あとは、駐車券を入れることによって1000円で宿泊者と、これは外貨両替ですかね。エクスチェンジって書いてあるかな。で、エスカレーター登ると、アミューズメントコーナー、ゲームコーナーになるんですけど、ゲームコーナーね、この規模のホテルではそんなにでかい、まあ、でっかいゲーセンかなんかあるのはあったね。ゲームコーナーって、これクレーンゲーム3台だけかよって、話なんですけど、まあ、クレーンゲーム3台だけのようです。あ、こっちにもあるのがアミューズメントコーナー。どんなもんかちょっと覗いてみましょうか。覗くまでもないですね。で、2階はさっき、まあ、ローソンの、あ、アパ社長カレーのクレーンゲームある。絶対取れなさそうだけどな、本当にね。3階行きのエスカレーターにしても、このアパホテルの中の松木屋と中のローソン、これ絶対多分アパホテルに泊まってる人じゃないと使わないですよね。使おうと思えば別に勝手にここ入ってこれるエリアなので使えるとは思いますけど、まずはホテルの3階まで行って松木屋に行くかって話です。アパホテルに入るね、飲むのめんどくさいですから。で、ここがコインランドリーコーナーです。で、なんか自販機がなぜかありますね。で、これが水槽だな、これ。なんでこんなところに水槽のね、アパ社長カレー、防災カレーに最適。アパ社長カレーが防災に最適と。保存食でしょうか。損保保険代理店。スパ。エレベーターはこっちだ。で、松木はどこだ。あ、松木はあった。あ、もうやってないの。はいはい。まあ、そりゃね、そうだよね。アパホテルが誘致してるのでしょうか。営業時間は特に書いてないですけど、やっていた形跡はまああるので、多分ですが、別に今、ウイルスだからやってないとかそういう問題でもなく、シンプルに営業時間外なんでしょうね。食品とかはあんまりない感じの松木屋、本当にドラッグって感じの松木屋でした。まあ食品はコンビニでローソンで買えるんで、ね、別にどうでもいいですけど。だけど自分の部屋に戻りましょう。あとでお風呂も行きます。今回この29階に泊まっている人には全く関係ない低層のエレベーターに乗っております。25階が乗り換えフロアで、26階から45階に行く人は25階で乗り換えるという形になっておりまして、このエレベーターは1階から25階の各駅に停車するエレベーターになっていますが、25階から先、46階から50階までの場所も止まることになっています。なのでここから上も一応行くことができるということになっております。ですが、僕は29階なので結局こちらのエレベーターに乗り継がなければいけません。上でも多分乗り換えないと思うので、一回上行って下に降りてくるでもよかったかな。25階でも十分高いな。高い。ちなみに比較的にやっぱりこちらの高層エレベーターの方がね、ちょっと高い、混雑してますね。はい、では
時刻はもう22時半を過ぎましたので、お風呂に行きたいと思います。僕の夜はここから始まります。ここからお風呂に行って、コンビニ行って、夜食を調達して、夜食を食べて、学校の課題をやって、そしてパソコンで動画編集をやって、そしてもう一回お風呂に行って、僕の夜が終了してようやく朝ということになります。というわけで、まあこれがいつもホテルの流れなんですけどね。ということでですね、今回泊まっているのがこのセントラルタワーでございますので、このセントラルタワーのこのお風呂、AM2 時まで、つまり午前2時までということと、朝風呂は入れないということになっております。明日の朝も出ても直前に1回入ろうとしているので、となると、こっちのウエストウィングの、お風呂に、行くとですね、今行くと結局朝風呂も同じと、こちらセントラルタワーは朝風呂が入れないので、まあお風呂の中を撮影できないとしても、ちょっと個人的にお風呂を見たいというのがあるので、セントラルタワーのお風呂に今から行きたいと思います。持ち物はルームキーとタオル持ってきてねって方なんで、多分あっちの方に備え付けはないので、当然タオルを持ってって、バスタオルを持ってってですね、早速行きたいと思います。部屋番号はまあ大丈夫か、じゃあ行ってきます。ちなみに、グラスや金庫などがありますが、グラスここにあって、金庫はここにあります。ティファールじゃない、これタイガーですね。あと空気清浄機、今のやつだからだけど、これ空気清浄機ですかね、これ。はい、僕は使ってないです。エアコンは風量調節しかできないですけど、これずっと使ってたらね、すごい寒くて、今も22度とか、そんぐらいなので、本当に寒いんですよ。なので、エアコンは今止めております。なので、空気は回ってないか。まあ、換気も、線は勝手に多分回ってると思うんで、まあ大丈夫でしょう。エレベーターロビーにはズボンプレッシャーがありました。こんな感じ。ご使用後は元の場所にお戻しくださいって書いてあるので、多分部屋まで持ってっていいんでしょうね。戻せば、戻すんだったら。こちらには、エレベーターがあります。これ低層エレベーターですけど、低層エレベーターもね、50階の方に行くので、こちらなので、こっちがずっとエレベーターのね、機械室になってます。こちらも特に音漏れはないですけど、ここだけやっぱりエレベーターのゴーっていう風の音とかが聞こえるので、ここだけちょっとうるさいかなって感じ。まあそれ以外は。じゃあアパホテルは、まあここのように、こういう感じの普通の浴衣になっております。どこのホテルでも同じやつですね。はい。こちらエレベーター。もうすごい速度でいた。これどこでしょうね。日立かな。パッセンジャーエレベーター館。なんとかシティ、あーノースモーキング、企業書いてねえな。どうしましょうねんだよな、これ風呂ここかよ。これですね、ルームキーを差し込めって書いてあるんですよ、ここに。なのでから帰ってきました。お風呂の方は一つ一つにパーテーションがついていて、洗い場ですね、かなり一人一人のそのスペースや通路幅も広かったです。外湯は通路はちょっと狭かったですけど、5つぐらいのお風呂があって、であとサウナもあったし、内湯にで、あと内湯は大きな風呂が2つあった感じですかね。と洗い場、かなり洗い脱衣所は混んでたんですけど、ただ洗い場は数が多かったので、なかなか、なんだ、密というか、そういうような状況にはなってなかったです。お風呂も、それなりの大きさあったので、かなり分散されていましたけど、ただ一点、ドライヤーとか、その乾かす系場所、ね、手洗い場とか、そういうところが若干混んでいたというのが、印象的だったと思います。結構このキャパなのに、いわゆる洗い場が15、6個ぐらいあったのに、ドライヤーをやるとか6個ぐらいしかないんですよ。そりゃ混むわなって話で、本当にドライヤーとか少ないんで、そこなんとかした方がいいと思いますね。じゃあローソン行ってきます。おはようございます。朝の8時半です。朝食の時間までの朝食に行きます。誰かいるよ、こんな時間から。清掃の人かな。あ、コイン餌やってんのか。という感じです。まあ。朝だなーって感じ。いいっすね。こことここのなんか別世界みたいな感じですね。人工の砂浜。海浜ばかりってか。朝食が終わって試しに
50階に来てみました。なんだこりゃ、こういうことか。こちらが50階から1階、2階、3階への直通エレベーターです。なんとここだけシースルー構造になっていると。楽しみだな。見えんのかな、これ。何も見えなかったら笑えないね。お、おお、おお。あちらがイオンモール幕張新都心です。いいね。これいいわ。直通なんで、自分の部屋は29階をすっ飛ばして、もう1階着こうとしております。だから50階行くエレベーターは8機あるってことですね。低層エレベーターと高層エレベーターとこの展望エレベーターの8機あると。こう、ここにこのロビーとも出るのか。29階帰ろう。このエレベーターね、ごく普通の高層エレベーターなので、もはやね、もう何も見えない。あ、しれっと電光掲示があって、もしかしてこれランドマークタワーと同じやつかな、このエレベーター。なんかそんな感じがします。ランドマークとボタン形状もなんかこの上の表示もなんか同じような感じだった。ずっとね、ゆったり日帰りプラン公表実施中としか流れないんですよ。もうちょっといい情報を流すって話じゃないですけどね。あ、朝食の方はね、手袋をつける感じでしたが、メニュー数も豊富で、今、ね、メニュー数絞ってやってるところもありますけど、メニュー数が豊富だったので、まあ良かったかなと思います。はい。では、これ以降の映像を撮っていないというね、大失態を犯してしまったんですが、まあ、ちょっと補足として、まずこのホテルのバイキングのシーンが映ったと思うんですけど、まず入場時に手袋が、してくださいとか、そういう系の説明を受けます。で、手袋が、まあ、ビニールの手袋ありまして、まあ、二つね、手につけて両手で、取りに行くときは、これを必ずしてくださいということで説明を受けました。で、やっぱりトングとかをね、まあ、持つことにはなってるんですけど、トングとか、手袋をつけた状態で触るということになっております。で、それを一回一回、その、テーブルに持ち帰って、で、それ同じ手袋を装着していってもいいし、まあ、手袋はいろんな場所に置いてあるので、一回一回変えてもいいですしって感じでしたね。まあ、全体的にこのホテルはかなり良かったですね。ビジネスホテルよりも上、格上だなとは思いました。周りに来ている人を見た中では、まあ、ちょっとチラ見したんですけど、長野とかそういう人もいたので、やっぱりいろんなところから来てるんだなと。あとはやっぱりベイスターズの試合が幕張でちょうどやってたっぽくて、ZOZO マリンで。なので、それの試合終わりに泊まっている方とかも結構いたし、普通になんだろう、地元の人というか、っていう感じの人が多かったですね。なので、こういう機会だからこそ、まあ、関東の人は関東近郊に泊まるというのも新しい選択なのかもな、と思います。そして、そういうところで、まあ、こんなものがあるんだという発見とかがあれば、まあ、随分大きな収穫になるのではないかなと思います。なので、ぜひ皆さんも一度、この GoTo トラベルキャンペーンという、この、いいものを使って、まあ、逆に地元で金を使うみたいなことをやってみてはいかがでしょうか。というわけでね、皆さんもぜひ泊まってみてください。ご視聴ありがとうございました。